マルオッチャン44さん、民在が聞いて車でゲームしてます。はい、おっちゃんです。寝る前のドラケー配信でございます。お薬屋もいただきました。というわけで、今日もちまちまと進めていこうかなと思っております。祭りシャーベットさん、遅ようございます。どうもどうも、遅ようございます。遅くなりました。遅ようございます。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、お友達の配信をちょっと見てて、遅くなりました。さあ、というわけで前回、仲間が一人加わったんですよね。ククール。ククールが加わった。よいしょ。で、次に。祭りシャーベットさん、丸さんのプライベートタイムも大切ですしね。そうですね。プライベートタイムというか、たまには顔出さないとね。よいしょ。お友達の配信ね。お世話になってる配信者さんなんで。さてさて、ん？祭りシャーベットさん、10、お茶 X10。 なお茶じゃ、ありがとうございます。最近お客さん来ない。ほんほんほん。おお。ちょっと待って、ちょっと待って。浮き屋さんじゃないの。大金槌。大金槌だよ。大金槌来たよ。ハンマー。あ、これ買おう。やんなす。で、ヤンガスの石の斧を打って、あと袋の中身のいらないもの、お鍋の蓋と、うろこの盾と、あとはバンダナもいらないね。盗賊の腰身のもいらないね。ブーベラもいらないね。お、鎖片びら、ターバン。おお、いいねいいね、ターバンね。守備力1しか上がらないな、ヤンガスは。いらないか、ヤンガスは。1のために400円使うのもったいないしね。うん、これはいらないね。祭りシャーベットさん、1しか上がらないならいらないですね。ね、よいしょ。よし、オッケー。ちょっと意外なところで、器物破損しよう。器物破損。
祭りシャーベットさん、堂々と器物破損、わら。もうどっから外出れんの？ここにも出れんだ。出たけど何もないね。ただ出れただけ。入ってきましょう。よいしょっと。いや、予想外にちょっと武器が変えてちょっと嬉しかった。ところには何かあるかな？何もないね。ハゲノブシさん、お疲れさんでひ。どうもどうも、ハゲノブシさん、どうもどうも、お疲れさんでひ。お疲れさんでひ。特に情報はない感じ。かな。これこのまま先行くとどこ行くんだろう。こっち側から行く感じになるのね。もう分かんないからこの道進んでいこうか。どこ行っていいか分かんないからとりあえず進んでみよう。おお、ヤンガスの1700円の武器。やったレベル上がったよ。どうしようね、これブーメラン、もうちょいブーメランあげようか。もうちょいブーメランあげていこう。もうずっとブーメランっていいような気がしてきたな、ここまで来ると。多分気のせいだけど。ブーメランで主人公がクリアっていう絵面が想像できないからね。さあ行くぜー。おっと、縦振って、これ何て書いたんだ。アスカンタ城。お城があるんだね、こっちね。こっちに行くと何かしらのお城がある感じ。バリフォーいらなかったかな、テシカさん。まあいいか。やっぱ4人だと全然違う。4人だと全然違うね。ああ、今日はね、ほんとね、昨日やりたくて、震えてたフォールアウト4も、思う存分できたし。PSO2 配信も初見さんいっぱい来たし、
なかなか充実した感じでしたね。配信の方は。ただちょっと疲れたけどね、気使って。やっぱ初見さん来るとちょっとドキドキするからね。どんな人かわかんないから。祭りシャーベットさん、今日早起きだったのですね。うん、なんか、緊張感がある感じで。もしかしたら変な人が来るかもしれないからね。違いには喜べない。だからもう探り探りですよ。まあ幸いね、いい人たちだったからよかったけど。もうこっちにずーっと行くとお城があるらしいけど、お城っぽいの何も見えてこないね。本当にお城あるのか？祭りシャーベットさん、変な人が来たらメラと唱えましょう。メラ。お。敵の感じが急に変わった。これなんか昔こんな芸人さんいなかったっけ？ピン芸人で。お、なんか建物が見えてきたね。なんだろう。私の孫娘のキラはお城で駒使いをしております。大層気のつく子なんですよ。だけどここにばかり一度も休みいただけなくて顔を見せないんです。お城への道ですか？でしたら熊の水沿いに東へまっすぐ行ったところですよ。はい、ありがとうございます。ちょっと物色していきます。物色していきます。もらっていきます。ごめんね、おばあちゃん勝手にもらっちゃった。ごめんね。祭りシャーベットさん、堂々と部屋荒らします。堂々と部屋荒らします。この道をずっと行ったところだよね。この家も荒らせそうだね。あ、教会か。教会を荒らすなんてそんな罰当たりなことするけどね。お、不思議の木の実。不思議な木の実だよ。ん？あ、ちょっと待って。ベッド二つで、この女の人と、お、無料で。はい、休みます。ベッド二つしかなかったけど。大丈夫？ん？どうしたどうした？ちょっとノイズが入ってるぞ。大丈夫か？大丈夫か？ウクリオ、お前何やら事情がありそうじゃな。あ
話せば気が楽になることもあるかもしれんぞ。まあ無理にとは言わんが。ハゲの武士さん、昨日のファットウッドの新作ってお話、あれ違うみたいでした。ファットウッド76っていうオンラインゲームのアプでの発表のようでした。アイプイマテイン。あ、フォールアウト76ってやつもあるんですか。へぇー。なんだろうね、こううまくいかねえんだよな。ゆかてっこさん、こんばんは。どうもどうも、ゆかてっこさん、こんばんは。いっそ本当に血が繋がってなきゃお互い幸福だったのかもなぁ。そうかもしれないですね。難しいですね。あ、回想シーン。死んだオディロインチはこの辺じゃ名も知れた慈善家でさ、身寄りのないガキを引き取って育ててた。まあ俺もその一人で、あの辺の漁師だった漁師がいっぺんに死んじまったがと、金もない親戚もいない、そういうガキはあの修道院しか行く場所がなかったんだ。ああなるほどね、もう行く場所なかったんだね、ここしかね、頼る場所がね。でもここにはね、お父さんの浮気相手のとの相手の間にできた子供がね、お兄ちゃんがいるからね。難しい問題だね。ハゲの武士さん、へ、わら。そうそうそう、あの、ここの、なんだっけ、あの、性格悪い。ゆかてっこさん、ね、ドラクエってドロドロしてるんですね。そう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 。前回、負傷を負った人は、このククールのお兄さんですね。あの、ククールのお父さんとお手伝いさんの間にできた子供ですね。で、ククールは、ちゃんとお父さんとお母さんから生まれた子供。君、初めて見る顔だね。新しい修道士見習いかい？一人でここまで来たの？どうか大変だったね。荷物はそれだけ？あの、お父さんとお母さん死んじゃったんだ。だから荷物なくて、他に行くところもなくて。ああ、かわいそうに。僕も似たようなものさ。でもここなら、ホデロ院長やみんなが家族になってくれる。大丈夫だよ。うん、うん、でも。院長のところに案内する。ほら、泣かないで。君、名前は？ゆかてっこさん、お兄ちゃん。ククール。お兄ちゃん、これは。そうか、君。お前がククールなのか。出て行け。出て行けよ。お前は、お前なんか今すぐここから出て行け。このマルチェロってのが、そのお父さんとお母さんの間になかなか子供ができなくて、それでお父さんが、その浮気して、子供を作って、で、このマルチェロを後継ぎにしようとした。けど、その後に、奥さんとの間にククールが生まれたから、正式な後継ぎができたから、このマルチェロは、その追放されて、この修道院に来たっていう流れなんですよね。お前はこの場所まで僕から浮気なのか。そうそうそう、勉強熱心で将来有望な騎士見習いのマルチェロは俺にだけ態度が違った。すまぬな、今の話すべて聞いてしもうたよ。まさかマルチェロがあのような態度を取るとは。一体何が？そうか、お前が。
マルチェロは腹違いの弟がいると聞いていたが、そうか、お前がククールなのか。すべては時間が、ここでの暮らしが解決するだろう。さあ、おいでククールよ。ここは今日からは、お前の家になるのだよ。みんなに紹介しよう。その後しばらくして俺は初めて知ったんだ。死んだ親父にはメイドに産ませた腹違いの兄が一人いたのだと。それがあのマルチェロで、俺さえ生まれなければ後継ぎは奴のはずだったということを。マルチェロとその母親は俺が生まれた後無一文で屋敷を追い出され、すぐに母親は死んでしまい、身寄りのなくなったあいつはこの修道院で俺と親父を恨みながら育ってきたんだ、ずっと。なかなかドロドロしてますね。ほんと寝耳に水の話でさ、幼く純真なククール少年の心はこっぴどく傷ついたね。でも、まあね。クソ親父はしたい放題やってさっさと死んじまった。やつには憎める相手は俺しか残ってないんだよ。すぐ手を出したらこうなるんだよ。すぐ手出すからね。すぐ手出すからもう。ねえ。ハゲの武士さん、昨日のスクエニの発表があまりにヘコすぎて、スクエニのツイッター大炎上してました。そうなんですか。大炎上してた。わからないでもないんだ。だからいい機会だったと思うよ。近くにいるから余計苛立たせる。ちょうどマイエラ修道院の窮屈な暮らしにも飽き飽きしてた頃だったし。クール、お前ずいぶん長話になっちまった。ほら、そろそろ夜明けだぜ。おい、ねえ、大変。後取り問題。おはようございます。どうぞあなたのために髪の子かごがありますように。で、あのベッド2つしかなかったんだけど、どうやって寝たので、王様は1つのベッドで寝てたよね。もう1人は誰寝てたんだろう。他の人はどこで寝てたんだ。ね、ジェシカは誰と寝てたんだろう。気になるね。気になるね。ゆかてっこさん、他の人は一つのベッドで、わらわら。大変なことになりますね。あ、でもククールが外にいたから、っていうことは、主人公とヤンガスとゼシカが一緒に寝てたってことか。3P ですね。でもなんか主人公は 3P っていう感じはしないから、むしろ何が一番興奮するかっていうと、主人公の知らないところで、ヤンガスとゼシカがそういう関係になってるっていうのがやっぱ一番興奮しますね、おっちゃん的には。何の話してんだろう。何の話してんだ。ハゲの武士さん、興奮するなし。いや、このメンツで一番興奮するのは、マスリシャーベットさん、業界派ハプバーだったのか。いや、このメンツで一番興奮するのは、絶対やり得ないこの太ったヤンナスとデシカが、実は夜な夜なそういう関係になってたっていうのが一番興奮しませんか？主人公の知らないところで。なんだろうね、この感じね。おっちゃんだけかな。おっちゃんだけかな、そういうこと考えるの。ハ
ハゲノブシさん、そんなネタ、チョコプラがやってましたね。マジですか。チョコプラがやってた。ねえ、絶対興奮する。こっちでいいのかな？なんかお城なんか全然見えてこないけど。本当にお城あるの？不安になってくるね、これね。ああ、ずーっと遠くにあるね、お城ね。うん、お城遠くにあるね。かなり遠いね、これね。レベル上げにちょうどいい。ゆかてっこさん、明日仕事なので寝ます。おやすみなさい。あ、はいはい、おやすみなさい。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。こっちの方をずっと行くとお城が見えてくる。お城でまた新しい装備が買えると思うからね。またお金貯めたりしないと。レベル上げてお金貯めね。お、スライムナイト。懐かしい。お、ちょっと待って、敵が強くなってきたぞ。おお、バギー使えるのか。魔法使えるのか。フッフッフッ、やるね。魔法も使える。魔法剣士的な。なんだこれ、強いぞ。ギアリク覚えた。何スキル？何スキル？弓？杖？弓？いや、これ剣だろ。ビジュアル的に。カリスマ。剣だね、これはね。これは剣でしょ。あ、じゃあ主人公剣スキル上げなくていいね。あ、中途半端に入れちゃった、剣に。うっそー、剣のキャラが出てくるのか。なんか、レイピア的な武器だったから剣じゃないと思った。なるほどね。あ、お城が見えてきた。お城が見えてきたよ。もう強い。うん、強いな。
お。ブルーマゲスって名前の道化師を知らないかって？こんな陰気な国に道化師なんて来るもんかよ。この国の人間はみんなご覧の通り黒ずくめなんだよ。道化師なんてやってた日には目立ってしょうがないだろ。なんか暗いよ、この街。なんだ。マダムの指輪を見つけた。マダムの指輪？守備力2。マダムの指輪ね。ここは何もないね。王さんも早くお元気になってくださらないかしら。もう2年間も国中みんなで暗い顔をして喪服を着て息が詰まりそう。よいしょ。お、小さなメダル。僕家の中飽きた。お外で遊びたい。あ、王様が具合悪いからみんな、出て行った方がいい。みんななんか、愛するものとして悲しみはわからないけど、2年は長すぎますよ。みんな喪に服してる感じか。ダガーナイフ、ショートボウ、魔導士の手、刃のブーメラン、鋼の剣。ちょっと待って、鋼の剣装備できないの？ククール。剣スキルって言ったじゃん。どういうこと？どういうこと？ククール、どういうこと？剣スキルって言ったじゃん。剣じゃん、これ。まあ、おっちゃんは防具からね、揃えたいタイプだからね。青銅の鎧。鉄の胸当て、青銅の盾。ああ、いいね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 。鉄の胸当てをまずヤンガスに着せて、待って。鉄の胸当てをまずヤンガスに着せて。え？青銅の鎧。ちょっと待って。ククール。ククール。何ククール。ククール用の装備が全然ないんだけど。もういいか。青銅の鎧。で、革のドレス。革のドレスを、デシカに着せて、え？青銅の盾を、ヤンガス。どうしよう、ターバン買っちゃおうか。売りに来た。鱗の鎧。あ、待って。これは、ククールつける。あ、つけれる。つけれるんだね。
鱗の盾は？あ、つけれるね。とんがり帽子は？飛びできないね。左肩びらは？飛びできないね。OK、とんがり帽子と鎖片びらを打って。ハゲの武士さん、今日の発表も今のところ、ひどいですわ。あらまあ。なんだろうね。何があったんだろうね。ハゲの武士さん、ちなみに今日はカプコンが予定してます。ああ、カプコン。カプコン気になる。ドラゴンズドグマの新作とか。好きな木の実はおっちゃんが食べる。ハゲの武士さん、セガは今回辞退してますからね。へえ。暗い雰囲気。なんかやだね、こういうなんか暗い感じね。あ、お墓がいっぱい。お墓がいっぱい。ここが教会だね。うわ、本がいっぱい。動物の皮を2枚。動物の皮と動物の皮でできるんだね。石の斧と帽子？ちょっと待って、売っちゃったよ。売っちゃったよ。売っちゃったよ。ちょっと今更？売っちゃったよ。
美味しいミルクにレンネットの粉を混ぜるだけ。夜しか見えない秘密の扉。祭りシャーベットさん、ビアンカのリボンを売っちゃったのを思い出す。ねえ。ああ、ショック。石の斧と適当な帽子で石の帽子ができる。作りたかったな。そしたらターバンなんて買わなくてよかったのに。失礼します。布の服ゲットです。これ下手に装備品売らない方がいいね。これね、このゲームは8は装備品は売らない方がいいっぽいね。お城入れんのかい。あ、入れる感じ。横から脇から入っていこうね。これ鎧とかパクれないの？こういうのはパクれないよね。こっからは外に出るから、こっから上行こうか。こっから上行ってみようか。お？お、ぐるーっと回って、お、入り口があるよ。お、どうなってるんだ、これは。なんか複雑だな。複雑だな。もう迷子だな、すでに。ここは？キラ。あ、キラってあの、おばあちゃんの娘ね。ずっと王様のお世話してんだ。大臣が会ってくれるって。なんもないね。なんもないね。
この上は王様の部屋。あ、これがキラか。お加減はいかがですか。私です、駒使いのキラです。お昼にお運びした食事も召し上がれなかったようですね。夕食は王様の好物をお作りしますので、王様お願いです。せめてお返事を、お元気かどうかだけでも。失礼いたします。あー、かわいそう、かわいそう。ちょっと待って、王様のお部屋の前に部外者がいるのに、スルーしちゃう感じ？めっちゃ部外者がいる。マスリシャーベットさん、そこはスルーです。ね、めっちゃ部外者がいたのにね。お食事もほとんど手つかず、夕べも一晩中王座の間で泣き明かしていらしたご様子。王妃様、ご存命の時はあれほどお優しく賢い王様でしたのに。ご苦労だったな、キラ。だが何としても王に元気を取り戻していただかなければこのままでは国が傾く。しかし一体どうすればいいのだ。まあ旅の方、もしや我がアスカンタの王にお会いにいらっしゃったのですか。残念ですが、我が王はこの2年というものどなたにも会おうとはしなさいません。夜にはこの王座の前へ降りていらっしゃいますが、今の王には誰の言葉も耳に入らないのです。信じられぬというのなら、日が暮れた後この玉座の間に来てご自身の目でお確かめください。ああ、夜に来いってことね。忍びないね、それはね。奥さんを亡くしちゃったわけだからね。ねえ、男なんてそんなもんですよ。ほんと弱いからね、男はね。なんだかんだ言ってね。だからね、奥さんに先立たれるともうすぐ死んじゃう男は。マツリシャーベットさん、女派なんだかんだ言っても強いですからね。ね、うん。やっぱね、男としてはね、もうやっぱそれを望んでるしね。もし先に自分が死んだとしたら、奥さんにはもう一日でも一秒でも長く生きてほしいって思うしね、やっぱね。悲しいね。夜になったよ。夜にお城に行ってみましょう。王様、大丈夫かい。マツリシャーベットさん、王様の正体が。王様の正体？大丈夫？王様大丈夫か。泣きたければおっちゃんの胸で泣くがいいさ。
カバンを、なぜだ？どうしてセシル、シセルか、シセル。君は僕を一人置いて天国を行ってしまったんだ。あれから2年、僕の時計は止まったままだ。何一つ心が動かない。せめてもう一度だけ夢でもいいんだ。もう一度君に会いたい。君がいなければ王冠も玉座も意味がない。僕一人では何もできないんだ。お願い出してる。もう一度僕の前に現れてくれ。出なければ僕は。待って、この隙に王様の部屋に入れんじゃないの？この隙に部屋に入れんじゃないの？お、入れた。ヤッホー。羽目のものあるんじゃないか？羽目のものは？ない、ないじゃん。何もないじゃん。なんだよ。なんだよ、期待させておいて。弱ってるのいいことに、金品を奪おうと思ったのに。うん、かわいそうね、王様ね。かわいそうね、王様。マスリシャーベットさん、ただの泥棒じゃん。わらわら。ねえ、かわいそう、王様かわいそう。王様かわいそうだね。一度でもなんか合わせてあげたいね。何か方法があるんだろうね、多分。ドラケエのことだからね。もしや、玉座の間で王様とお会いになられたのですか？旅の方、我がアスカンタオは今は誰の言葉も耳に入らぬのです。ご無礼をどうぞお許しを。シセルというのは2年前に亡くなられた王様のお名前です。もし死んだ人に会えるなら、シセル王妃が再び目の前に現れたなら、王様も元気になってくださるのに。そういえば私の祖母は昔たくさんお話をしてくれました。不思議な話をたくさん。その中にどんな願いも叶える方法があると聞いたような気がするけど、ダメだわ、思い出せない。祖母に会いに行けば簡単にわかるでしょうけど、私にはお城の仕事が。旅の方、お願いがあります。この城より西、橋のそばの家に住む私の祖母に、願いを叶える昔話のことを詳しく聞いてきていただきたいのです。ただのおとぎ話かもしれませんが、もしそれが本当なら私は王様の願いを叶えて差し上げたい。あ、いい子、キラ、いい子。ジェシカと交換してほしい。この子すごいいい子。自分で聞きに行きたくても私にはお城の仕事がある。うん、いい子ね。私の祖母の家は君はスタントよりですし、ドラゴンボールでシェンロンを出せばいいんだよ。確かにね。でもちょっと世界観が違うからね、ちょっとね。私は王様がお元気になられるよう教会で祈っております。旅の方、どうかお願いします。あー、すごいいい子、キラー。マスリシャーベットさん、書いてる人は一緒なのにね、わら。ね、確かにね。キラーめっちゃいい子。おっちゃん、キラーと結婚したい。めっちゃいい子。あの、具合悪くないのに具合悪いって嘘ついてよ、教会でお祈りしてもらいたい。教会でお祈りしてる姿見に行こう。マスリシャーベットさん、歯科衛生士さんに電話しときます。やめてください、やめてください。歯科衛生士さん、ほら、お祈りしてる、ほら。お祈りしてる。でもここら辺の方にいなかったっけ？なんかそんな。これ。
夜しか見えない秘密の扉って、月夜の晩しか開かない扉、かけっこに焼けた丘の上、みんなで木登りした山の上、高いところにあるんだね、高いところね。ああ、どうしよう、もう2時半か。ちょっと今日はこのぐらいにしときましょうかね。ちょっとキリがいいから。ね。キリ全然良くないね。キリがいいからとか言ったけど、全然キリが良くなかった。すごい中途半端だけどね。祭りシャーベットさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。この後、ちょっと雑談枠開きます。というわけで、ご視聴コメントありがとうございました。この続きは次回ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。